オリホン島は、ロシアシベリアのバイカル湖に浮かぶ最大の島である。シベリア連邦管区イルクーツク州に属する。面積は730キロ平方メートル。長さ72キロメートル、幅12キロメートルで湖と同じ方向に沿って、細長い形を成している。東岸には険しい山々が並び立ち、最高峰は湖面から818メートルの高さになる。 その他に島内には湖、タイガ、ステップ、小さな砂漠があり、変化に富んだ地形をしている。人口は約1500人で、多くは先住民族のブリヤート人である。行政上の中心は、島の西岸中央部に位置する富ジルで、ここに人口の大半である約1200人が居住している。島民は、漁業、農業、牧畜を営むほか、近年は、 世界各地から訪れる訪問者のための観光業に従事するものも少なくはなく重要な産業の一つとなっている。オルコニアイランド。ロシア、リン、RU。2009年1月12日閲覧。オルコニアイランド。グリーンピース .org。2009年1月12日閲覧。HR ナンバー、イルクーツク州。ニジェガローツキードボール。 2009年1月12日閲覧、ありがとうございます。